ここにお泊まりしました。今日は天気がいいので嬉しいですね。じゃあ映ってもらって今日はどこに行きますか？今日は東京ビーガンフェスに行ってきます。今日泊まった、昨日から泊まったホテルはここで、うん、どうだったですか？どうだったですか？楽しかったね。和室の部屋でした。そう、和室でめっちゃいい感じだった。よかったです。やっと YouTube を始めたキヨちゃんです。動画はどんな感じになるんでしょうか？それだけは決めてる。バーガーとマフィンは食べる、うん、もうすでに人気のところは並んでるよね。なんかジェラートかね、うん、今Let's go! あ、全然映んない。紹介しようじゃん、うん、大丈夫この価格。うちらめっちゃ目立つんだけど、しかも今日は、ね、白ってさ、うん、本当じゃん、本当だ、めっちゃいつも紹介して。じゃあこれは、うん、POS ですよ。 POS POS ってところです。省略する。これがクラシックバーガー。あまり見えないけど、ね、費用は違う。アボカドバーガー。じゃん、見えるかな。あまり見えませんけど、はい、美味しそう。実食しよう。実食、いただきます。いただきます。あぶね、写真撮れるんじゃない？遠いんだけど押せない。よく後で、うん、いっちゃいいじゃん。こういうの持たなくていいの？他にもなんか確かに、こうしたいいね。いい写真。いただきます。いただきます。うん、うん、うん、あ、美味しい。美味しい。でもさ、パン大事じゃない？バーガーって、うん、大事大事。パン屋のパンって感じ。うん、いいパン使ってますね、これは。うん、大豆ミート不使用の、うん、なんか立ってたね。大豆ミート不使用のバーガー。大豆ミート不使用何使ってんだろう。豆とか、レンズ豆かな、うん、聞いたことある。うん、なんかじゃあ青空だ ね、うん、なんかあれじゃない、久々の時とかめっちゃ晴れてくれたの。確かに、なんか晴れるんだ。違うじゃない、それビーガンフェスの時に晴れるだけじゃん。そんな、もちろん昨日雨だったか。そうだよ。ビーガンフェスの主催者が、あ、その晴れ、パワー持ってんだ、うん、もう昨日もさ、うん、そのバーガー系の写真見ててさ、うん、めっちゃ美味しそうと思ってん、うんうんうん、一番ボリュームあったよ ね。これ何を作ったか気になるな。顔見て、うん、野菜とレンズ豆が入ってる気がする。コ、うん、ストコに売ってるビーガンさ、パティ食べたことある？うん、それと似てる。うん、ちょっとスパイス効いた感じ。うん、それはあれなの、レンズ豆？うん、うん、そこに売ってるの。うん、
はい、こちらはですね、フルって書いてあった、うん、フルさんですね。うちらがついてすぐにね、うん、声かけられて、ね、そう、声かけたあと2個って言われて、残り2個みたいな反応してさ、うん、でうちらが昨日それこそ見てたの、うん、美味しそうみたいな、そうそうそう、素敵に一番気になってたかも、うん、本当、うん、断面がね、そう、綺麗だったね、断面がすごい綺麗、見えますこの断面、こんな感じで断面が綺麗なんです、綺麗、アボカドとトマトとレタスと人参と大豆ミートかな、うんうん、こっちがポテトサラダみたいな、うん、でもマヨネーズとか多分使ってないんだよね、すごい、これどう食べますか2人で、こっちはいけるわ、こっちは多分こうやっていけるけど、ね、私はこっち割ってあげるよ、こっち割ってねえ、どうやって割るのでも頑張ればいけそうな、レタスとか割れないもんね、絶対難しいよね、いやこれで難しいって言わないで、私の方が難しいのが多分多いから、こっちあげる、ありがとう、いきます、うん、ほんとお目の匂いですよね、すごい匂いする、うん、オリーブ、オリーブか、オリーブ入れてるの初めて、うん、食べた、ちょっとおしゃれな味がする、うん、うん、確かに大人だね、うん、味が、うん、うん、髪食べた、すぐ食べるやん髪今は何、ま、オリーブの味、オリーブ味うん、忘れてた、ん、自分の、今日これ、うん、もう、うん、何でゴミ置いたんじゃん、確かに、何で、うん、きよちゃんも YouTube をついに始めるらしいです、皆さん1年越しです、1年前に始めると言って、うん、始めてませんでしたひよちゃんが YouTube 公開したら登録してください、こちらです、します、あ、もう貼るって全然あ、いいよ、じゃあうちがこれあげる声にあげてるってことだよね、うん、そういうことだね、もうそういうことだよ、そういうことです、そういうことです、こちらです、ここになかったらもう彼女は多分また1年後です、うん、また1年後のビーガース、また1年後のビーガースで多分同じ動画撮ります、前のね、名古屋の時のビーガンフェスでもそうだよ、動画撮ってて、あれが1年前ぐらい、あれか、そう1年前だね、でも多分6月とかぐらい、その時にもね、じゃあうちのそう YouTube の撮ったからあれね、そうあの時にそう一緒に撮ってたけど、上げてません、あの時の動画はちなみにもう、はい、消しました、容量がいっぱいですぐ容量いっぱいになるから消したそうで、気をつけてさ、おお、ちょっとうまいんじゃない、うん、あ、いいじゃんいいじゃん、出してなさい、素敵素敵、あ、やばい、最後のさ、耳だけ切って、今日の作業よし、じゃあここで撮ろうかな、そこで撮んの、で、うん、よし、いくよ、ねえ、なんでその断面なの、あ、でも危ないで落ちちゃう、危ない、落ちちゃう、いただきます、いただきます、うん、カレーだ、キーマカレー、確かさ、ここのお店あれだよね、うん、普段別にそのビーガンだけじゃない、うんうん、だってね、そうそうそう、昨日調べた、お肉とかも使ってるけど今回はビーガンフェスの、そうそうそう、回ってるよ、何めっちゃ美味しい、なんかチーズみたいなの入ってない、美味しい、チーズ、うん、クリームチーズみたいな、確かにクリーミー、うん、私アボカドかと思ったんだけど、それ嘘、でもほらパンかな絶対さ、パンがさ、しなってるだけじゃね違うか、多分なんかこのクリーミーなのは多分アボカドな気がする、アボカドか、すいません、チーズではありません、なんか感覚的にさ、名古屋と、うん、東京だとどっちのが人多く感じる、なんか名古屋の方が多く感じるんだけど、嘘、東京多い感じる、密集してる感じ、なんか名古屋は
多いけど、うん、敷地が広いから、うん、結構歩いてても余裕ある感じ、うん、こっちはすごいぶつかりそうなぐらい混雑してる。確かに、うん、なんか並ぶ列で言ったら長々並んでない？本当？あ、でもルナバーガーとかそうめっちゃ並んでたよ、うん、あの時も。確かにここの倍ぐらい、わかんない、うんうん、ここから混み始めるかもしれないけど。そうね、ピタゴラさんもすぐなくなるしさ、うん、確かに。そうだから名古屋の方が買い占めが多いんだから。ああ、うん、それあるかも。あなたは今回名古屋はボランティアだもんね。うん、意味もしてたもんね前。そう、うん、てかそれで知った、このヴィーガングルメ祭りを初めて。なんで応募したの？何で知ったの最初？多分冬美が、うん、なんかこういうのやってみないって多分みんなに言って、ああやってみたいってなってやったのが一人。いいよね、そこでつながりができるよね。うんうん、なんかね、そういうイベントで参加するとやっぱそういうのやさ関心ある人とかが集まってくるから、うんうんうん、同じなんか考えの人がつながれるよね、うん、こういうフェスで。そうそうそう、だからいい、うん、飲み物を探す旅に出ます、うん。したらみんなに配ってる。最高。しかも、うん、なんか SNS 載せるとソイももらえるらしいです。うん、欲しいがために載せる。いただきます。美味しいよね。え、美味しい。ね、これおすすめです、うん。なんかスーパーで売ってるの見たことあるけど、うん、多分ソイラテよりちょっと高いと思う。大津ラテの方が。苦手な方へ、うん、でも飲みやすいかも、ね、なんか甘いね、甘い、うん、割と飲み、ちょっと名前が読めないんですけど、ウネプロメセ多分違いますけどウネプロメセですね。何でしたっけこちらは。抹茶と小豆のタルトを買いました。あー美味しそう、最高な組み合わせ。他にもさ、うん、なんかイチゴ、イチゴと何があるの、うん、イチゴムースみたいなあったね。それぞれ形が違って、うん、かわいい。ブーン。なんかこのダサいんだけどなんか君を意識してる。ボーンって。ではいただきたい。はーい。なんかさ、これ自体お抹茶っぽいわ。見てほら緑だもん。本当だ。すごい抹茶にこだわりが持ったから。食べちゃっていいですか。いいよ。食べな。どう？うん。うん。お？あ、あなんか濃厚です。おお。濃厚です。この白いのがちょっと何かまだ分からない。え、何かわからないんだけど美味しい。ふわふわしてる？白いやつ。うん、何だろう。調べます。はい。さつまいも入ってんの？さつまいも。美味しい。さつまいもが入ってました。抹茶とさつまいも。味する？とかさ、する言われてみれば。言われてみれば。美味しい。おしゃれ。初めて食べる感覚。うん。さつまいもと。いいね。美味しくいただきたいと思います。はーい。定期的にあった北五郎さん。ね。売り切れてなかった。食べます。いただきます。キヨちゃん実食です。米粉のブラウニー、触って触ってもちもちさが分かる。うーん、どう、うん、濃厚濃厚。うーん、米粉だよね。
萌子って言ってた、うん、もちもち、中何入ってんの？ナッツ、うん、あ、ナッツか、うん、くるみとか入ってる、美味しそう、ドライフルーツかな、うーん、美味しい、いいね、ブラウニーが似合う女だな、ブラウニーガール今キヨちゃんがつけてるイヤリングは私が誕生日にあげたんですけど、あのヴィンテージアクセサリーをね、うん、作ってるさやかさんっていう方がいるんですけど、私はそこでポップアップのお手伝いをさせてもらっていて、かわいい、これはキヨに似合うって思って即決で買いました、ありがとう、ほんとかわいい、かわいいよね、他にもめっちゃ可愛いアクセサリーあるからさ、うん、皆さんヴィンテージなんだよね、そうなんです、ありがとう、めちゃくちゃかわいい、ありがとう、つけてくれて、うん、れれれ、こちらは、毎年すぐに売り切れてしまうピタゴラスイーツさんの、こちらはですね、ブルーベリークラウンブルマフィンでございます、美味しそう、美味しそう、上のカリカリのところが、はい、なんか美味しいでしたね、うん、美味しいって言ってた、食べたいと思います、はい、どうぞ、あ、ね、パーティーです、おお、どうですか、お味は、おいしい、めっちゃブルーベリーだ、ほんとだ、中に入ってるね、うん、もちもち、うん、うーん、上のサクサクがめちゃくちゃ美味しい、おお、ブルーベリーも濃厚で美味しい、うん、美味しい、美味しい、お味はどうですか、美味しい、うん、甘い、ね、めっちゃさ、そのブルーベリー濃厚じゃない、うん、ね、生地が甘くて、うん、ブルーベリーがちょっと甘酸っぱいから、うんうんうん、すごいいい感じに感じて、上手ですね、グルメ、あれグルメリポーター、は、実は愛知県のグルメリポーターキヨちゃんでございました、上のサクサクもいいよね、ブルーベリーが占めてる割合が、うんうん、すごい ね、めちゃくちゃ断面見るとわかる、ね、すごい、あ、日が出てきたよ、うん、キヨちゃんが食べてるから空も見てるわ、美味しくいただきます、グルメでした、ありがとうございました、あ、でもキヨちゃんはあれだね、来月あの、ね、名古屋でボランティアやるので、はい、お願いします、名古屋の方、バイバイ。